はい、皆さん、こんにちは。筑波大学のアルネです。これは、プログラミングチャレンジ講義第4週、パーツ2、動的プログラミングとの続きです。では、最初のビデオで動的プログラミングって何ですかって説明して、一つの、例、サンプル問題を紹介しました。今度は、そのパレンツテーブル、つまりその、答えをたどる通行までにの、取り方についてもう一つのサンプル課題を紹介します。じゃあ早速、課題には、アップルフィールドっていう課題です。これは、ある農場で、そのリンゴの木が並んでいます。で、そのリンゴを取るためにロボットを扱っています。このロボットは、この画像のように、そのフィールドが、グリードになっていて、で、場所によっては、なんかリンゴ1つとか、リンゴ3つとか、リンゴ4つとかがあります。で、ここにロボットがあって、このロボットは00の配置から NN の配置まで歩きます。ロボットの歩き方が、右、歩くと下歩くだけです。ロボットは左と上が歩けない。では、このルールで、最もリンゴを取るために、ロボットはどのパスをやればいいですか？ですね。つまり、パスファインディングの問題ですね。はい。これは一つの例ですね。このロボットが、ここから始まって、ここに右行って、で、一つのリンゴを取りました。下にいて、二つ。ここは、五、六、七、十一、十三、十四、十六、十八、十九。このパスで、ロボットが十九のリンゴを取りました。これは最適経路ではないんですけど、一つの経路のアイデアです。で、この経路を見ると、じゃあ、どれくらいのパスがあるんですか、全部で。全探索でやると。これは多分、数学の組み合わせ論で、覚えてる方が知ってると思うんですけど、これの、なんか、このグリードが n×n の場合だと、パスの数が、ビノミアルの 2n の n。つまり、2n の階乗割り n の階乗かける n の階乗。ですね。で、質問が、この問題を解くときに、すべてのパスが解く必要がありますか？あるいは、なんかその前のウェディング、なんか前の結婚の買い物の問題のように、なんかここから来れば続きが同じですか？の問題でしょうか？実は、XY 座標と考えると、XY 座標から最後までのパスが、0から XY 座標までのパスと、関係はないんですね。例えば、ここまでいて、ここは、ここまでのベストパスと、0からここまでのベストパスと、ここからここまでのベストパスが、全く関係がないんですので、ここから行く、ここからここまでのパスが知れれば、次はここからここまでだけのパスを探せばいい。つまり、それを考えると、再帰関数としては、まず、ここから最後までのパスを見つけて、次はここから最後までのパスを見つけて、次はここから最後までのパス。これを次はここからまず。で、ここからここまでの最適パスを知っているなら、次はここから、この 3×3 のどこに入っても、どこが最適かなのかを調べることですね。今度は、なんていう、その、グラフの授業では、all pass sorted pass についても話すけど、結構近いアイディアです。では、これを知ってるなら、なんかその、XYNN のパスが最適であれば、その他には関係はないと知ってるなら、DP テーブルを作ることが可能ですね。では、DP テーブルで、なんかまず、この場合、この問題だと、トップダウン GP じゃなくて、ボトムアップ GP のなんか作りやすいですね。で、ボトムアップ DP の例を見せましょう。
まあ、DP テーブルが、まず N プラス1かける N プラス1表です。それぞれのポジションが00から XY 座位表までにの最適解のリンゴの数をマークします。で、まあ、前も言ってたんですけど、DP 表だけじゃなくて、今回はパレント表もつきます。パレント表が DP 表と同じサイズで、それぞれの XY 座位表で、その前のセルがの、座位表を書きます。つまり、最後までいて最適解わかると、パレント表から逆側でいてパスが出てきます。では、あと初期状態が、DP テーブルだけなんですけど、初期状態は、まあ、あと上から、その、クライアントプラス1、クライアントプラス1ですので、エクストラの初期の、行と列を作ります。その初期の行と列がまだ畑に入ってないので、リンゴの数が0となります。ですね。じゃあ、DP 表の形を分かりましたので、次はそのトランジション、つまりセルとセルの変更はどういうふうに行うんですね。これはとても簡単です。それぞれの XY 座位表で、DP 表が、まあ、XY 座位表のリンゴの数、プラス、上からベストか、左からベストか、つまりロボットが右と下しか行かないので、XY にたどり着くと、上から来たか、左から来たんですね。ですので、上からの、ベストパスの数と、左からベストパスの数を見ると、じゃあこれどちらがベストで、このベストを選択して、そのベストから XY 座位表に行きます。例えば、ここから見ると、ここに行きたい、ここに行きたいですね。ここに来るには、ここから来るか、ここから来るかですね。だから、あと、ここのベストパスが、ここのベストパスプラス下、あるいはここのベストパスプラス右ですので、両方のベストパスとパスを比べて、そのベストパスはここのベストパスとなります。コードがこんな感じです。まあ、これはインプット表ですね。リンゴの表です。で、これは見てるとおりに、まあ、その0表、0列とゼロ行が、準備しておきます。で、ここは DP 表。DP 表も同じサイズで、DP 表の初期状態、0、1が0ですね。で、パレント表が M プラス1と N プラス1が、の2つ、なんか座位表が書いています。で、あと、ボトムアップ DP なので、フォアループの流れですね。ですので、まず、列に回して、次は、行に回して、で、回している間に DP の、X は、ごめんなさい、これ MN じゃなくて IJ、ちょっとここは間違えてますね。DPIJ が、リング IJ、プラス、DP、MAX 最大の DPIJ-1 と DPJ-1I。この行が、ここの中で MN じゃなくて IJ ですね。で、あと、まあ、DP 表を、設定しました。次はパレント表です。もし上から来たですね。IJ-1 が、I-1J の方が大きければ、じゃあパレントが上。じゃなければパレントが、左。これだけですね。この2乗ループでこの問題を解くことが可能です。ちょっとこれはわかりづらいかもしれないですので、シミュレーションをやってみましょう。ですね。じゃあ、ここが、インプットテーブルですね。これはアップル。で、ここが DP。XY ですね。で、スタートコンディションですね。まあ、なんか前も見ると、スタートコンディションが DP01 が0ですね。だから DP01 が0のことですね。では、for分が、I1 から M プラス1。つまり、まずこちらで for して、で、次はこっちに for します。ですね。はい。じゃあ、始めます。まず、ここが、まあ、ここも00ですね。で、
上と左も同じですので、この DP が、リンゴ1プラスこれの最大。最大が上も左も0なので、1プラス0が1ですね。じゃあ次ここ。ここは全部0ですね。確かにここ全部0が必要です。ここ全部0が必要です。じゃあ、ここは0ね。このリンゴは0なので、0プラス0が0。0プラス1が1ですので、ここが1ですね。次、ここに来ます。2が入っているので、0プラス2が2で、1プラス2が3。次、ここですね。0プラス1と3プラス1が、ここは4。で、次は0。ここは4が続きますですね。で、次が1ですね。0プラス1が1で、4プラス1が5。で、次は0なので、5が続きます。で、ループが、最初のループが終わりました。じゃあ、ここに戻ります。ここが2が入っているので、2プラス1が3、0プラス2が2なので、ここは3。上から来たですね。で、次は1。この1プラス1が2、1プラス3が4ですので、ここが4で、ここから来ました。ですね。で、次が3と4が、ここは0なので、ここも4。ここから来ましたですね。で、次はまた0なので、4と4なので、これはまあ、どっちからでいてもですね。まあ、左優先にしましょう。右上、上優先でも同じです。じゃあ、ここ4と4が、まだ左優先で4ですね。で、次はここは2。あ、ごめん、ここは2入ってましたね。間違った。ここは6ですね。で、6と5が、ここは0なので、6が優先で6。で、ここは4が入っているので、6プラス4が10で、5プラス4が9なので、これは10ここから来ましたですね。だから今までの最適パスが、下にいて、ずっと右に行くことですね。じゃあ次行きましょう。3と0が、これは3。で、リンゴが0だから、ここは3です。上から来ましたですね。で、これは3ですので、4プラス3が7。3プラス3が6なので、これは7で上から来ました。で、0なので、4と7が、まあ、7ですね。7プラス0、7。で、これは1なので、4と7が、ここは8。ここから来てる8。で、次また1なので、6と8が、ここは9となります。で、0が9が、9ですね。で、次は10と9なので、上から来て、この、ここですと、最大のパスが、10のリンゴが来ましたですね。このパスです。つまり、ここのパスですと、下行って、すぐとこっちにいて、で、ここに行くので、1,3,4,6,10 が来ました。まあ、このアイディアでパスファインドの DP となります。じゃあ、続きましょう。で、まあ、DP は実は、ね、いくつかのクラシカルっていう DP の問題があります。そのクラシカルがなんかよく DP が、よく DP が使われる問題です。その問題がいくつか の似てるような特徴がありますので、これを見ながら DP を練習しましょう。今回見るのはこの5つです。レンジサム、マックスサムとマックスサムの 2D。と、longest increasing subsequence と、knapsack problem と、coin change です。それぞれのカテゴリーに対して一つの例を見せます。で、ここをみんな一緒に やりたいのは、まず僕は問題を、概要を説明します。で、皆さん、ビデオ、その時にビデオをポーズして、その、まあ、リンゴのパスファインディング D と、買い物のDP のように考えて、自分で、DP テーブルとトランジションと、あともちろん全探索の方法を考えてください。ですね。じゃあ一緒に行きましょう。じゃあ最初のクラシカル DP 問題が、一次元のレンジサムですよね。問題がこんな感じです。まず、アレイ A の中に、n 数の、インテジェが入っています。n 数の整数が入っています。で、
探したいのは i と j。i と j が a のインデックスです。0から n-1 のインデックス。で、i から j までの足し算を最大化したい。ですね。つまり、あと、ここの例が、a が1、マイナス3、20、マイナス2、マイナス5、15、マイナス4、6、47、マイナス30、マイナス3。これ全部足すと、全部が、足し算が42ですね。ただし、i が2にして、j が、2、3、4、5、6、7、8、9、9にすると、2から10だけを足すと、足し算が、77。ですので、この A のレイン、マックスレンジサムが、1から、2から、9までです。では、皆さん、この問題に対して、全探索の戦略を考えてください。その次に、DP のために、テーブル、DP 表の構造と、DP のトランジションを考えてください。そして、なんか、まあ、これはトップダウン DP の方がいいか、ボロンアップ DP の方がいいとか。で、それを考えて、まあ、自分で分かったらビデオを続いてください。じゃあ、続きます。まず、全探索からいきましょう。まあ、全探索がまあ簡単だと思うんですけど、すべての IJ の組み合わせを調べます。まあ、この20ループですね。for i0 から n と、4j i から n で、で、このサムで 4k i から j ですね。これはね、i と j を探してるんですけど、実は30のループがあります。まず最初のループが i をループする。次は j。でも i と j だけじゃなくて、i と j の間の足し算を計算しないといけない。ですので、i と j の間に k をループする。ですので、3乗のループです。3乗のループなので、このアルゴリズムが o のn の3乗となります。n が大きければ、これは結構ひどいになるでしょ。例えば、k、n が1万ですと、これはまあ、100万以上とか、1億以上とかになりますね。じゃあ、これは早くすることが可能でしょうか。一つを、なんか、これを早くするために、このレクレンスを、してほしいです。sum、i から j のサムが0から j マイナス0から i マイナス1のサムです。これを考えると、DP 表でサムテーブル、DP テーブルを作ることができます。DP テーブル、あとサムテーブルを作ると、サムテーブルを使うと、o の n の3乗じゃなくて、o の n の2乗。で、3から2が1、なんか1つだけ変わった気がするんですけど、n の3乗から2の3乗に変わると結構大きな変化ですね。n の2乗だと、まあ、1 n の1万のサイズが、まあ、ギリギリ解けることようになります。じゃあ、こんな感じです。まず、サムテーブルを、作りました。で、マックスサムが0です。で、サム s が0です。サムスタートが0です。サムエンドも0です。じゃあ、サムテーブルの0、なんか、ね、何も足さないと、サムテーブルの0が0です。で、サムテーブルを作りましょう。i が1から、と n プラス1まで。サムテーブル i が、サムテーブル i マイナス1プラスインプットです。で、インプットはどんどん足していて、サムテーブルを作ります。で、これは、あと20ループですね。i から n プラス1と、j が i から n プラス1。で、3乗ループの代わりに、サムテーブル J マイナス、サムテーブル I マイナス1。で、この中は以上です。一緒ですね。サム S とサム E を計算します。ですね。まあ、こんな感じですね。これは I がインデックス1から12。で、これは先の A、1マイナス3、20とか。で、これはサムテーブルですね。サムテーブルは0から始めて、で、次は1ですね。0プラス1。で、2、あと、マイナス3プラス1がマイナス2。で、マイナス3プラス20が18。18プラスマイナス3が16。で、ここは11、21、26とかですね。で、最後はなんか全部の足し算ですね。42。で、これを見ると、1から
12までは 42-0 が全部の足し算が42。で、さっきの答えですね。なんか3から10。10のサムテーブルの表が75。ここで書いてるんですね。75。で、3、2ですね。2のサムテーブルがマイナス2。で、75マイナスマイナス2が77。もう一つの例が、例えば6から8を足すと、8のサムテーブルが22。で、6のサムテーブルが11。22マイナス11は、6から8までの足し算が11ですね。ここを見ると、10プラス5マイナス4が11とらしいですよね。これで N の2乗です。じゃあ、もっと早くできますか？ですね。これより早いアルゴリズムが実際にあります。これはグリーディ法です。ですね。前回学んだグリーディ法です。これはなんか、このアルゴリズムがカダネ法っていうアルゴリズムっていうんですけど、アイディアが、あとさっきのサムテーブルとグリーディ法を両方使います。で、これ両方やると、N の2乗じゃなくて、O of N で、レンジサムが解けます。もっと早くなりますね。アルゴリズムがこの、4行だけです。結構、プログラミングしやすいですね。サムが0で、で、答えも0から始めます。で、I が、まあ、一応すべてのアレイを歩きます。で、サムが、インプットを入れて、まあ、これはサムテーブルのようですね。で、アンスが、今までの足し算が、今までの答えより大きければ、答えをアップデートします。ですね。ですので、まあ、どんどん足して、大きくなると答えを足します。ただし、もし、サムが0より小さければ、そのサムがリセットします。なぜかというと、サムがマイナスになると、これは、ここは壁になりました。ですね。これを、なんか、ここから足して、この前をこれを足すと、ここからの足し算が少な、小さくなるので、今まで足したものは全部捨てちゃいまして、これからだけをカウントする。っていうアイディアです。これはベーシックアイディア。It's always best. なんか、必ずサムを大きくするのはいいですね。ただし、たまにすごくマイナスが来るので、そのマイナスを捨てちゃいたい。じゃあ、この例を見ましょう。違う A で例をします。この A が4マイナス5、4マイナス3、4、4マイナス4、4マイナス5。で、サムが、このアルゴリズムで、なんか最初はサムが4。で、4が0より大きいなので、アンスも4。次はマイナス5。4マイナス5はマイナス1。マイナス1は0より小さいなので、サムが0になる。0が4より小さいので、足し算が4です。じゃあ次まだ4が来ました。サムが4と4ですね。で、ここはマイナス3。そのサムが1になった。で、でも今までの答えが変わらない。次は4を足すと、このサムが1プラス4が5になって、アンスも5になります。で、4を足して、9になって、これを足します。で、マイナス4が来て、9からサムが5になりましたけど、アンスが変わらない。で、また4が来て、9が来ました。で、これはマイナス5が来て、4マイナス5、9。つまり、最大の足し算が、9となりますね。ここから、ここから、ここまでを足して、4から4までを足して、これは9になりました。面白いですね。じゃあ次の問題見ましょう。次の問題は同じくマックスレンジサムなんですけど、これは二次元です。ですね。問題の概要が前と同じ二次元だけです。この行列があって、この行列の中に、最大の足し算の部分行列を探します。例えば、ここの中だと、例えばですね、ここだけを足すと、9-4、5ですね。一方、ここだけを足すと、9プラス2が11。ここだけを足すと、-2、2、1、ここは1ですね。ここは1で、ここは9で、ここは11。じゃあ全部で、どこがマックスサムでしょうかですね。じゃあ皆さん、ちょっと自分で同じく、前端策と、まあ先の DP を
二次元の場合はどう書くのか考えてください。じゃあ続きます。まあ前転作が前と同じですね。i が0から n。で、あとは、j も0から n ですね。で、i と j が決めてから、k が1から n。つまり i から k。で、j から l。まあ、一次元だと2つのループが必要ですけど、二次元だと4つのループが必要ですね。ですので、ij が、左上で、KL が下右となります。で、その左上と下右の間の足し算をするとは、A と B のを回します。ですね、これだけです。大きな。まあ、6乗ループですので、O の N6 乗で相当高いですね。で、DP が前と一緒で、レンジ、足し算、サムテーブルを使います。ただし、二次元でサムテーブルを使うと気をつけないといけないですね。一次元だと、サム J マイナスサム Y で終わりなんですが、二次元の場合ですと、それはちょっと複雑になるんですね。例えば、ここまでの足し算だと、A、なんか ABCD が入ってます。ABCD が D を引きたいですね。でも ABCD から D を引くと、まだ C と B が残ります。ですので、ABCD から BD を引くですね。と CD を引く。でもこれで分かったと思うんですけど、ABCD から BD と CD を引くと、実は D は引きすぎ。ですので、もう一度 D を足さないといけない。なので、サムテーブルから A のサムを計算するときに、まず ABCD マイナス CD マイナス BD プラス D ですね。まあ、でもこれだけあれば、簡単にプログラムできます。プログラムはこんな感じですね。まずこれはサムテーブルです。似てる通りに、i と j からサムテーブル。まあ、サムテーブルも、sij が、上を足して、syj が右を足して、上と右を2回足してるので、上右を1回引く。このダブルカウントを避けるために、この行が必要です。で、前端作も同じ。これは、ま、ちょっと40ループなんですけど、ちょっと簡単に書きましたですが、for ij in 0l, 0n と、for kl, 0n, 0n で、で、sum が、sum total の i j マイナス sum total の右、マイナス sum total の上、プラス sum total の右上です。これは、なんかその、0の場合だと、それは必要ないときに、あれ足したときです。まあ、ちょっと、プログラムが、まあ、長くないけど、ちょっと気をつけないといけないところがありますね。はい。では、次の問題を紹介します。これは、Longest Increasing Subsequence, LIS。じゃあ、問題の概要を説明します。ここは、まあ、もちろん、また A の、シークエンスがあります。で、A のシークエンスの中で、サブシークエンス S を見つけたい。ただし、S の条件が、SI が SY プラス1より小さい。SY プラス1が SY プラス2より小さい。とかとかですね。まあ、例で見てみましょう。A がマイナス7、10、9、2、3、8、8、1ですね。で、この中の部分、部分列を探しましょう。例えば、マイナス7、2、3、8が、サブシクエンスで、で、2はマイナス7より大きい。3はマイナス、2より大きい。8は3より大きい。で、この長さは、4です。で、もう一つは、マイナス7と9。マイナス7と9は9がマイナス7より大きい。でも、ここの長さは、2。ですので、A の LIS が S1 となります。まあ、この問題が、まあ、前の問題のレンジサムにちょっと似てるんですけど、
まあ、レンジサムの大きな違いが、この穴ですよね。LIS の場合だと、なんか、1、2、3じゃなくて、あの、セクエンスの中に穴が入っているので、ちょっとこの問題が難しくなります。じゃあ、では皆さん、同じく、10分後は、10分、このビデオをポーズして、10分ほど、前端策のやり方と、DP 法のやり方を考えてみてください。では、続きます。まあ、前端策です。これは、あの、前回の授業も同じなんですけど、この問題の回答が、サブセットです。サブセット、なんか答えがサブセットになると、前端策はいつも一緒ですね。すべてのサブセットを探す。すべてのサブセットを探すと、コストが2の N 乗です。相当高いコストですね。なんでか2の N 乗ですので、なんでかというと、すべてのサブセットをリストすると、それは、あの、ビット、なんかその N のビット、すべてのビットストリング、N までのすべてのビットストリングを計算すると同じです。ですので、このプログラムで、そのビットマスクを使って、すべてのサブセットのテストする方法を紹介します。これは前端策だけじゃなくて、すべてのビットセットを回したいときだとこれを使えるので、ぜひ、あの、このプログラムを自分で実装してみてください。では、まず、ベクトリントが Smax。これは、なんかその、最後の、結果を保存するベクトリントになります。で、あの、これはカウントですので、今までの LIS のサイズが0。まだ始まってないからですね。で、for 文がこれです。i から i の1の n 回シフト。まあ、これは C++ で、C と C++ で分かる人が知ってると思うんですけど、この1マイナスマイナス、1マイナスマイナス n っていう意味が、1は1ですね。で、シフト1が102。シフト2が1003。シフト4が100008となるんですね。で、n 回をシフトすると、これは n の2乗となります。だから、o を f の2乗。このループが n の2乗回を回します。ですね。では、まあ、これは s、この s が、あの、仮のベクタルです。で、ミニマルが、あとそのミニマル、あと、まあ、一つのエレメントのミニマルサイズが、で、仮の長さが0です。で、j が0から n。つまり、すべて、なんか、セットのすべてのエレメントを入れてみます。じゃあ、まずは、j と i を and を取ります。j と i を and を取ると、j が、そのセットに入っているかどうかをテストする。これはビットマスクの、ビットマスクのオペレーションです。とても便利ですね。i シフト j and y が、j 番目のアイテムが、i のビットマスクに入っているかどうかをテストする。で、もしこれを本であれば、j をセットに入れます。では、if aj が、セットの前のサイズが大きければ、最初はなんかマイナス9999を、あと、ですので、これは必ず true なんですけど、次は aj-1 が aj より大きいかどうかをテストすることです。まあ、aj がミニモより大きければ、aj を仮セットに入れて、で、ミニマルを j にアップデートする。で、レンスも大きくする。で、これを回す。もし aj が min より小さければ、これは increasing subset ではないので、この、これのループをブレイクする。ですね。このループが終わって、なんかこのテストセット、仮セットのレンスと最大のレンスを比較する。仮セットのレンスが最大のレンスが大きければ、仮セットが個体にする。最大のレンスで小さければ仮セットを捨てちゃいます。で、これはまあ、それはビットセットの前端策となります。ぜひ、自分で実装してみてください。で、でもこれは高すぎるですね。ですので、DP でもっと早くしたい。ですね。では、DP をやるために、DP 表とトランジションを決めないといけない。この場合だと、なんか今までは、表から設定しましたけど、今回はトランジションから考えましょう。A の中のすべての AI に対して、その AI が2つのチョイスがある。1
一つのチョイスが新しい LIS の始まりです。それは AI が今までの一番小さなエレメントの場合です。AI が前のエレメントより大きければ、では、AI が何かの LIS に言えます。つまり、トランジションが AI と全ての前のエレメントを比べて、どこかに一番大きな LIS に入れます。ですね。だから、それぞれの回答エレメントについて、どの LIS に入れればいいのかを考えるだけです。で、表が2つの表。パレント表が前の、エレメント、LIS の前のエレメントを、インデックスする。で、LIS 表がその LIS の長さの数字を入れます。例えばこの例にしましょう。A がマイナス7、10、9、2、3、8、8、8。で、パレントは最初はみんなマイナス1ですね。みんなパレントがないからですね。で、LIS は最初はみんな1で始めます。みんな LIS に始めて入れてない。で、マイナス7を見ると、マイナス7は前に何もないから、マイナス7のパレントが0。で、LIS が1。で、次は10。10はマイナス7より大きいなので、10がパレントは0、マイナス7。で、10の LIS がサイズが2、7、マイナス7と10。で、9、9をすべて比較すると、マイナス7より大きい。10より大きくなる。ですので、マイナス7の親がマイナスになって、LIS も10。で、次は2。2も10と9より大きくないから、2の親がマイナス7になる。だから、2、0に。なお、3が面白いですね。3がマイナス7より大きいですし、2より大きいですね。で、どれが LIS が長いか。LIS が長いのは2ですので、3の親が2。まあ、インデックス3ということですね。3の親が3。で、3の LIS サイズが3。で、この8が一緒ですね。この8がマイナス7と2と3より大きいなので、一番 LIS が長いのは3。ですので、8の親が、インデックス、この3ですね。で、8の LIS のサイズが4となります。で、ここも一緒ですね。この8も3と2とマイナス7より大きいなので、この8のパレントが4で、この8の LIS が3となります。で、最後は1が来たので、1はマイナス7だけより大きいので、1のパレントが0で、1の LIS が2。ですので、あと、このサブシクエンスの LIS がこの4ですね。で、この4が8と4、3と3、2と0なんです。つまり、マイナス7、2、3、8の L、このアレイの LIS となります。まあ、このプログラムですよね。とても短いプログラムでわかります。これはもちろん、それぞれの AI が前の、アイテムを全て比較しないといけないですので、これも O の2乗となります。なお、もっと早い N ログ N のアプローチがあります。これもグリーディ法とバイナリーを使っています。まあ、これに興味がある方は、ぜひ自分でちょっと調べてみてください。では、次のクラシック DP に行きます。次のクラシック DP が、ナプサク問題です。ナプサク問題が、もう一つの名前は、サブセットサムです。ナプサク問題の概要が、アレイ A があってのアイテム。で、そのアイテムが、整数の一つじゃなくて二つです。それぞれの AI に対して、サイズ SI と、部下、値段 VI があります。で、目的がサブセット X を選択することです。で、サブセット X が、サイズが M より小さい。M に、収まるんですね。で、V はできるだけ大きい。じゃあ、例で見ましょう。A が SV で、で、A の中に、サイズ10で、値段が100。サイズ4と値段が70。サイズ6と値段が50。で、サイズ12と値段が10。で、M が12の場合だと、結果は、まあ、4と6ですね。4と6を入れると、値段の足し算が120ですので、最大です。では、またクイズです。この問題が、前探索と DP のテーブルとトランジションを考えてください。
なお、ヒントとしては、この問題が全く一緒ではないですけど、一番最初のワイディング問題とすごく似てます。じゃあ、考えてください。じゃあ、続きます。まあ、全員探索はね、実はこれはサブセットですので、これの全員探索が前の全員探索と一緒です。すべてのサブセットをテストします。ですね。こう前回があのビットマスクでループしたんですけど、今回は、再帰関数でやります。ちょっとなんかや違うやり方を見せるためですね。じゃあ、この再帰関数が value と id と size です。で、id が、今チェックしているアイテム。で、size が、まあ、ナップサックに残っているサイズです。で、value の id size が、サイズが0より小さければ、もうバグがいっぱいです。で、ID が N であれば、つまり ID が最後のインデックス、最後 のアイテムの後のインデックスであれば、もうすべてのインデックスをチェックしました。ですので、終わっていくんですね。で、まあ、リターンじゃなければ、じゃあ、2つの選択があります。なんか、このアイテムを、ID のアイテムを追加するか、それとも、この ID のアイテムを追加しないか。この2つ目ですね。で、これはこのコードですね。return max の value id plus watch each size。つまり、ID を追加しなかった。じゃあ次のアイテムをチェックして、ナップサックのサイズが変わらない。または、value が v、ID の value プラス value の次のアイテムとナップサックを小さくします。で、その2つをどれが大きなのかを選択して、レカーションを戻ります。で、これはリカーションなので、動的法がわかるでしょう。まあ、リカーシブですので、value ID が、メモの DB テーブルとなります。ですね。これは、まあ、前と一緒ですので、イニシャルが0とアイテムをチェックしないですね。で、0をアイテムをチェックしないと、0とバリュー、あと、i と0、1、2、3。で、サイズがですね。で、サイズが0。これは true で。で、アイテム1をチェックするときに、追加する場合と追加しない場合、どんどんそれを読んでいきます。なんか、あと、1を追加しない場合だと、これです。あ、すみません。ここはなんか value を書きますですね。前と違うんですね。ですので逆でいきますね。なんか0から、01でいて、02でいて、03でいて、04。04が何も置いてなかったので、この値が0ですね。03から3、最後3を追加すると12。だから、次は、12、10。だから、これ12、10で戻ります。ですね。で、これは、まあ、MAX が、10ですので、この3、0の MAX が10となります。で、次は2、0ですね。2、0の3、0が、1、0で、2、0が6。6と50を追加しますので、6プラス6が、ここが50といて、で、次、12が入らないので、これでここで終わります。50。で、50と3が、50の方が大きいですので、ここが50です。で、1が、2、0をテストして、これは最大50で、で、1が、1を入れると4と70。ですので、4が、ここでいきますですね。で、4と70が入ってて、4と70が、まあ、下にテストして、さあ、ここも50ですね。追加しないってこと。まあ、こういうふうになんかどんどん、これは4と70で0追加しないと、これ追加しないと4になったので、これは70で。で、ここはあと70と3を10に入れないので、これも70ですね。選択します。で、次2は3と0が70。でも2が、その6ですので、あ、これを4だね。すみません。ですね。で、4プラス6が10。ですので、これは70プラス50が120ですね。
で120が、最後を追加できないので、追加しないから、これ、まあ、これは120で、これは120に戻って、で、これ6だから、70と120を変えると、これは120。で、これを2つを入れないと、これは120ですね。で、0が1を追加するかどうか。これは10なので、これ10個10入れました。で、これは何も入れないと、これも入れない、これも入れないと120。で、2がプライス3だから、これは120で、で、10が、100と120を比較すると、120の方がいい。で、ここは120を戻ります。っていう感じですね。まあ、もう少しテーブルが入りますので、この臭い木は、ウェディングと比べてちょっと複雑な細菌なので、ここはちょっと間違い、手でやったの方が間違いあったかもしれないですね。なお、ここはちょっと気をつけないといけないところがあります。見てる通りに、ここはウェイトが並んでます。今回ウェイトが12までなんですけど、そのウェイトがもっと大きければ、そのウェイトがもっと大きければ、このテーブルがどんどん大きくなるので、例えば M が100とか1000とか1万とか10万とかになると、そのテーブルのやり方を考え直さないといけない。例えばその M が大きければ V でテーブルを作ったりとか、M と V が大きければM と V の変換することができるとか、それを考えないといけないですね。では、次はもう一つの問題があるので、このビデオはちょっと長くなりましたので、一旦止まります。次のビデオで最後のクラシカル DP と今週の課題の、まあ、あとコンクルージョンをちょっと言います。では、また次のビデオ。